正午時です。ただいま4時ぐらいかな、11月の8日ですか、ジンバルのテストでございます。ジンバル、DJI の昔出た純正の、Z アクシスというのを加工しまして、オズモポケット3に使えるように、しました。どのように、なるのでしょうか。ロックチルトモードになってますね、今ね。それで結構揺れてると思いますけれども、このように揺れてますけどね。これで、この揺れてもって逆に上下動を抑えているというところがありますので、不思議なんですよね。こんなに揺れてるのにね、というところですね。あと、カラーは、ログなんとかですね。あとでラットを当てますけれども、これが浅場さんのところですね。虹の戦士というと、それで今日は、何も絵画教室と焼き物教室をやってるところですね。こういう夕暮れ時、結構コントラストが強くて色温度もだいぶ変わってると思うんですけど、あ、ちなみにオート AE ですけれども、マイナス 0.3 ぐらいかな、露出を少し下げてますけれども、そこら辺もどうなのかと。で、リスだ。リスが今上がっていったの分かりますでしょうか。中途モードじゃなくて、フォローモードの方がいろいろと便利ですね。変えよう。あれどうやって変えるんだ。あれわからない。あれさっき前は変えられたんですけどね、ちょっとわかんなくなっちゃいました。いつもここで鳥を撮るカメラマンが結構多いんですけど、今日はあんまりいないようですね。もうこの時間だからかな。
目安は大きいですね。これが正明寺のなんだ八景の出てくる鐘楼鐘なんですけれども、前はつかないようにだったんですけど、今特になんか表示、そういう表示ないですね。ちょうどもうしまうんですね。もう16時16時でもうおしまいでしょうか。この右手の方はですね、行くと正明寺市民の森というこの正明寺を裏山になるわけです。正明寺ぐるっと山で囲んでおりますけど、これが結構ハードなハイキングコースですね。ぜいぜい行っちゃうぐらい結構ハードな、でも一周できる、本当なんか山奥に来たというような感じになれる場所ですね。そしてこの広場では、お花見時期はね結構すごいんですけれどもね、お花見、ここにみんなシート引いて、桜がのお花見をしております、あとちょっとしたピクニックなんかでもこの広場は使われております。そしてこのさらに奥の方行くと金沢文庫の博物館がありまして、そこで今いろんな展示やってるわけなんですけれども、今何やってるかな。この隧道の中を通っていくわけです。相当もう暗いんですけどね。さて、こういう暗いところでも撮影はどういうふうにできてますでしょうか。上下動画になってるかなんですけどね、もうおしまいですね。開館閉館です。16時で終わるのか。ではまた戻りますか。このチルトロックモード、オレオパシナ撮影中に変更できなかったかな。フォローモードの方がやっぱ扱いやすいですよね、やっぱ見上げたりとか、さっきのリスが突然来た時とかね、そういう時にまあ
ベンチに腰掛けて皆さんこういろいろとねのんびりしてたりするんですけれども、そこから下の方へと降りていきましょうか。正面が市民の森の入り口です。ああちょうど夕日を浴びてあの橋がきれいになったんですね。結構ね、潮の時と夕暮れ時は結構いいんですよね。うわすごいワンちゃんたちがいっぱいいますね、このここら辺から見る潮の時一番美しい絵はがき的なものが見えます。手前に池があって奥の方に橋とそして本堂があるというこんな感じになってますね。よく歩きしてますけれどもどの程度スムーズに行けてるのかというところがあります。そして、戻ってまいりました。一周して戻ってまいりました。フォーカスとかどういうような塩梅でしょう。揺れはどんな感じでしょうか。これは夜はもちろん閉まっちゃうんでしょうけどね。何時までやってるのかな。特に書いてないの。何の音でしょう。車が来ますね。お、車行った。さて帰りますか。どのような感じで、ね、撮れているのか。向こうにもなんか古いお堂があるらしいんですけれどもよくわからない。夕方早くなりましたね。
で、乗ってまいりました。